函館ビアホールはベイエリアに立ち並ぶ赤レンガ倉庫の一つ、函館ヒストリープラザの中にあります。金森倉庫の創始者である渡辺熊四郎により明治期に作られた函館ビアホールがおよそ1世紀の時を超えてよみがえってきました。店内はおよそ13メートルもの高い天井ががっしりと太い柱に支えられ、歴史を刻んだ赤レンガの壁に囲まれています。明治のモダンな香りを今も感じることができます。ビアホールといえば真っ先に浮かぶのが美味しいビールですよね。函館ビアホールには2種類の地ビールがあります。ジョッキに注がれた工場直送の出来たてビールの味はまさに喉が鳴る美味しさです。美味しいビールを楽しむときにはやはり美味しい料理も欠かせません。厨房では料理長が腕によりをかけて自慢の一品を作っています。ビールとの相性を考えて作られた料理はどれも納得の味わいです。小上がりもあり宴会メニューも充実しているので大人数でも訪れやすい函館ビアホール、函館の歴史と味わいを一度に楽しみながら美味しい時間を過ごしてみませんか？